はい、ラケットインプレッションです。はい、ご協力いただきます。はい、はい、ウィルソン道場です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ウィルソンの武田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これですね。はい、以前フッキーさんに、打っていただいた、ダズルデザインの、来年発売する、コードネームが、シゲルと井上っていうのがありましたけどもテストしていただいて全世界、集計しまして、最終どうなったかは我々も教えられてないんですけれども、我々来年の、2月発売を予定しているんですけども、デザインはこれではないです。はい、でまだ商品名もテクノロジーも お伝えできない今状況の中にあるんですけれども、打球感に関しましてはこれが最終になりますので、フッキーさんがこの間試していただいた着地点というのを今日確認をいただければと思っている状況です。で、我々は2モデル発売をする予定でして、2つの重さとバランスのもので、まあ、モールドは全く一緒なんですけども、まあ、重い方と軽い方というふうに捉えていただければと思ってまして、はい、2モデルを来年発売する中の、最終段階の中身ですね、はい、デザインはこれではないです。まあ、ちょっといろいろね、皆さん聞きたいことはあると思う、はい、そこら辺はまあ置いて、そうですね、まあ、実際に今日はこれだけ、はい、打ってみての、まあ、使用感の方をお話していきたいと思いますので、はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先日の試打会でも、ね、そうですね、打っていただいて、はい、で、まあ、ちょっと僕個人的にもお手伝いいただいて、はい、どっちなんですかってよく最終形違いですね。はい、今いろいろな時言った2機とこれはどっちがどっちがどうなんですか、正直うんってちょっと思ってしまう、はいはい、本当にどっちかなのかなって、まあ、結構まあ感覚的な部分なので曖昧な部分だとは思うんですけど、まあ共通しているのはやっぱりすごい柔らかいな、打球感の柔らかいなっていうのはその最近に打たせてもらった2本の時、はい、先手の時もそうですし今回打っても柔らかいなっていうのが非常にこうイメージに残ります。それはあの打球感的柔らかさ、あのボールを打ちましたガットがこうボールを、まあ、掴んでますよっていう感じ、フェンスが乗る感じプラスラケットもしなる感じっていうところの柔らかさが両方とも感じられる。でも一般的にしなるラケットとかっていう表現をするとボール飛ばないはずなんですけど、そんなに飛ばない感じはしないです。パワーはちゃんと確保されつつも、あ、しなってるな、柔らかいなっていうフィーリングがあるので、そこのバランスが面白く取れてるなという感じなんですよね。何も言えない状態です。です。ラインナップで言うと 何っぽいですかね、ウィルソンさんの。でもね、ウィルソンさんの中で言うとやっぱしなるっていうと僕の中でやっぱりブレード、あのしなり感、たわみが大きくてこうしなり戻りでボール飛ばしますよのブレードの感覚と、フェイスがすごいたわんでる感じっていうとやっぱりウルトラシャフトがすごいしっかりしててフェイスがこうグッてたわんでくれる感じの柔らかさがあるのはウルトラなんです。ウルトラなんかはやっぱり硬い、シャフトはこう安定性が高くて硬いでけど、打った感じが柔らかいんですよねっていうのはこのフェースの柔らかさが顕著に出るからだと思うので、そこのブレードとブレードのしなる柔らかさとウルトラのフェースのターム柔らかさの足して2で割ってちょうどこんな感じなんじゃねえかなっていうイメージが僕の中にはあります。それを前回のあの試打時に言っていただいて、あの前回 あの動画の時にはちょっとこう、はい、文字、ね、あの言葉を消していただいてたんですけど、あの時おっしゃった言葉が今まさに言っていただいたあのブレードのようなしなりがあってウルトラのような、まあ、安定性もあるっていうことをおっしゃって私が驚いた表情をしてたんですけど、今それが正解かどうかもまだお話はできないんですけども、その打感っていうのが最終今言っていただいた通りあるのかな。なんかこう今までにこう極端に あのラケットに似ててあのラケット使ってたら簡単に攻撃できますよっていうのではなくて、意外と今までなかったところのラケットっていう印象なので、これが今後ちょっといつかもね、どういう風にこうお客様にお勧めしていこうかなとかちょっとイメージは膨らませたりとかっていうところはあるんですけど、とりあえず使いにくいっていうイメージに なりにくいラケットだなっていうのは個人的にあるんです。あの飛ぶっていう部分と柔らかいっていう部分としなるっていう部分、今までこう一
外とこうバランス取れなかったよねっていうところがうまくバランスが取れてるような感じ、どれもか実感できる感覚なので、ちょっと幅も今の段階では本当にいろんな人に使ってみてもらって、あの飛びが欲しい人、しなりが欲しい人、打球感の柔らかいのが欲しい人って人ってみんなに使ってみてもらって、どういいでしょっていうのをちょっと実感してほしいなって思うかな。本当に我々ウリソンとしては今までマーケットに全く存在しなかったラケットっていう位置づけを作ってきまして、このラケットでそのテニス界のラケットの常識非常識っていうのを覆す革命を起こしたいって思っています。そういう部分では打っていただくっていうのが一番だと思うんですけども、例えばそのボールを下にポンポンって取ろうとした時なんかもすごくこうやって、はい、こうやってついた時の、ね、こうやってボールをついた時のこの感覚ですね、はい、この段階で結構あおーっていうのはあります。すごく違いというのと、まあ今までの流れもあるんだけども違いもあってっていうところでは、うん、本当に今までの概念を変えていけるラケットになるかなっていうところになっているので、かなり我々としては楽しみな、はい、やっぱりテクノロジーっていうところだと思います。本当はね、ここにウッドのラケットも一緒に合わせて打ってもらったりとか、うん、あつらけも一緒に打ってもらったりすると、なんとなく面白いかなと思います。面白い感じもあるね。まあ、でも本当そういう、こうパワーっていう部分と、あとしなるっていう感じのところと、そのバランスの取り方が非常に面白いと思うんで、ちょっとこれが実際に発売になりました、いろんな人に打ってもらいましたときに どういった感想をもらえるのか楽しみだなと思いつつも、まあこういうラケットの特徴がいろいろあるラケットでもあるんで、ガットの味付けによっても多分ラケットの印象がバラッとガラッと変わってくると思うんですね。僕はこのラケットは例えば柔らかくてすごいしなる感じがするから、もうちょっと反発力が欲しいんだよねっていう方なんかはこうちょっと弾く系統のガットを貼ってみるとかっていう、こういうまあガットでちょっとセッティングでアクセントをつけてあげるような使い方してもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとこれは正直ポリなんてすごく合うと思いますけどね。エレメントとかフォージソフトとか少し柔らかめのポリであればかなり面白いかなっていうところがあるので、はい、そうですね。このしなり感とかっていうのを僕は非常によくちょっと一番感じる部分だったので、そのしなり感がちょっとねっていう方なんかには弾くようにちょっとポリとかっていう選択肢もありですし、ちょっとラケットのパワーの方が気になるんであれば、もうちょっとこうガット自体のホールド感を出してあげるっていうのが合わせでも面白いと思うので、どう組み合わせてもいろんな人に、まあ、マッチするような感じだなとは思います。はい、ありがとうございます。本当にちょっと力入れて頑張りますので、はい、楽しみにしていただきたいなと思います。そうですね、結構本当にたくさんお問い合わせいただいちゃってて、はい、でもごめんなさい、今の段階では細かい部分がまだお話できないっていうところではあるんですけども、はい、あとデザインもこれではないので、そうですね、はい、これじゃないんですよっていうところも、はい、そうですね、はい、あるんですけども、まあ、本当に、ね、こうやって使用感だけ皆さんにまだお伝えして、ちょっと興味を膨らませて、期待を膨らませていただいて、来年の、そうですね、2月発売予定をしてまして、情報解禁も2月になってくるので、もう少し皆様にお待ちいただかなきゃいけないんですけども、何よりもいろんなそのテクノロジーがこうでこういうラケットでっていう前に打球感だけお伝えすることっていうのは今後ラケット選びは大事かなっていうところもあるので、今回そういった方向性で進めていきますので、はい、なのでちょっと今後の情報に期待していただきながら、はい、お待ちいただければと思います。はい、大丈夫です。はい、はいはい、ということで皆さん期待してお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。